断じ。はい、皆さんおはようございます。いらっしゃー、晴れだよ、秋晴れだよ。前回のキャンプは雨で行けませんでした。キャンプ場がちょっと浸水しちゃったということでね、久々になっちゃいましたよ。やっぱり2週間以上キャンプ行かないと気分が落っこちちゃいます。暑いのこれということで今日も行きますよ。ちなみにまた興奮して眠れませんでした子供かYouTube を始めてから通算55回目のキャンプでございますよ。39箇所目のキャンプ場、道志川沿いでは22キャンプ場目でございますよ。で、今日行くキャンプ場は道志川の上流域にあるらしい観光農園オートキャンプ場へ行こうよ。なんかベタな名前だね農園かなんかがあるのかね、わからないけれども、とにかく行きましょうよ。8時半には入っていいということで最高じゃないの。観光農園オートキャンプ場、お前は一体どんなキャンプ場なんだ、行こうぜ。辺だね、ここか、嘘、ここ曲がんのこんな感じ。ここ曲がってどうすんのよ。あー、あった、看板あったぞ。一個手前だったな。ちょっと行ってみよう。ここなのかも、観光農園のキャンプ場。ここか、あ、ここだよ。ちょっと時間早すぎましたけど着きました。はい、ちょっと受付待ちましょうかね。受付完了でございます。ソロでテントなし、そしてタープだけで薪2つつけて3000円っていうのはね、安いかもしれないですね。まだ誰もいないようなので、川側に行きたいと思います。これ川側はこっちだ、左ですね。よっしゃ、オッケー、行ってみましょう。楽しいだね。あー、ちょっともう紅葉が、うん、いい感じ、いい感じ。川側、これより落とすキャンプサイト受付を済ませたお客様に、あ、この辺でもいいんだね。多分張っちゃっていいんだろうな、この辺な。おー、いいね。おー、こういう感じ。おお、すごい。あ、こういう感じか。なるほど、川目の前。山側って方見に行きましょうか。これでほら、車でもだいたい全貌が分かっちゃうんだよね。行きましょう、行きましょう。ああ、こっちが山側ね。山側、なるほど。はいはいはい。あ、小さなキャンプ場なんだ。もうここで終わりですよ。じゃあこの辺にちょっと泊まりまーす。はい、観光農園オートキャンプ場に着きましたよ。目の前は道志川沿いでございます。いいね。ちょっと音大きいけどいいよ、こんな感じ。すごい山の中にね、山の中というかね、結構こう広い感じ。広いといってもあのコンパクトなんですけど、ちゃんとこうやってね、整備というか自然豊かな感じ。木がね、こうやってたくさんあって、ハンモック泊とかにもいいかもしれませんよ。
とにかくロケーションは最高でございます。紅葉も始まってますね。それでは、はい、設営を開始していきましょう。ダン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 ジ。はい、そうしましたら今日はここに貼ってみたいと思いますよ。行こうぜよ。はい、で音楽ストップ。今日はですね、新しいこのグッズを使いたいと思います。ちょっと待ってはい、持ってきましたよ。これカモフラージュシートというものをね、ちょっと使ってみたいと思います。音楽スタート。逆だった。完璧。でもう一回音楽ストップということで、あの説明をしましょう。はい、初めてのカモフラージュシートをコットの上にねつけてみました。これどういうことかと言いますと、いつもね私タープ開けっぱなし、前開けっぱなしでキャンプしてるんですよ。そうすると夜ね獣がちょっとね心配なので、ああいう風にちょっと囲ってみようかなと、簡易ですけどやってみましたよ。やっぱどういうことかと言いますと、こっちまずね前側は2本、向こう側とこっち側のロープ杭、これがですね120センチのロープ杭でございます。で、後ろはここに1本と向こう側に1本で、これが60センチのロープ杭。段差がついているということですね。斜めになってます。で、ここをクリップで止めました。はい、ずれ落ちてきません。これ斜めになってますよね。で、前から見ますと、ほら、隠れてるでしょ？寝るときにはこれを開けてね、中に入るという感じでございます。この一枚があるだけで、だいぶ安心でしょう。ということで、引き続き、設営、行こうよ。音楽、スタート。はい、おなじみのテニスボール。
ダン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 ジ。はい、設営が一通り完了いたしましたよ。前半戦ちょっと時間かかっちゃってね、なんか迷っちゃってさ、いろいろやってた挙句こんないびつ。DD タープって自由でしょ、これ最高じゃん。なんか昔さ、初期時代に新度キャンプ場で貼ったような感じ、わけわかんない貼り方。でもこれちゃんと成り立ってますよ。はい、行きましょうか行きましょうか。今日ね、はい、初めて使ったものは、はい、あそこにあります、カモフラージュシートというものをコットの上にかけてみましたよ。はい、中に空間がこういう風に狭いですけどできてますから、ほら、あそこで眠れるでしょう。これがあるとなんかさ、安心感きっとあると思うんだよね。寒さは関係ない。はい、こんな感じで、こちらにはいろいろなものが、はい、いつものように置いてありますよ。今日はこんな感じにしましたよ、ライトはね。はい、ここに、ロープ杭、打って、ここ横通して、下に焚き火でありますけれども、ここに、はい、ライトつけましたよ。あとこんなもんが置いてあって、はい、これこれですよ、これですよ。また夜のね、部でね、またこれご案内いたしますが、今日からちょっと使ってみたかったチムニー8号という、はい、商品でございます。実はこれゴミ箱なんですよ。でも見た目、ここに煙突がありますから、はい、これをね、蓋をね、ほら取ったらほら、まるで薪ストっていうか、はい、ロケットストーブみたいでしょ。こっちパコって、こっち、ああ、開くんですよ。こうやって開くんですよ。まあこれはね、また次回、次次回の、動画でご案内いたしますので、はい、こんなものを持ってきました。ということで、ちょっと時間かかっちゃってさ、喉乾いちゃったんだよ。あれ飲もうよ、あれさ。よし、キャンチューなんで、キャンチューハーいただきます。設営に3時間半かかっちゃったよ。いや、ちょっとね、前に人はいないんですけど、こっちから川の上流の方から風がすごくてさ、ちょっと考えてこんなになっちゃった。いや、でも目の前は道志川の本流が流れておりまして、最高のロケーションでございますよ。ちょっと向こう見てみます。はい、こんな感じでございますよ。目の前はこんな感じ、滝みたいにね、ザバーってちょっと音がでかいですけど、こんな感じですよ。目の前のライトが邪魔。ちょっと出てみましょうか。よいしょっと、はい、出ましょう出ましょう。よいしょっと、はい、こんな感じでございますよ。いやー、もうちょっとね、紅葉の季節あと1週間か2週間ぐらいですかね。最高でございます。ちょっと音がザラーって感じでね、迫力満点ですけど、目の前がね、これ結構な崖なんだよね。ちょっとさ、前に設営しすぎた。落ちないようにこれ注意しないと。これさすがに落ちたらやばいよ、これやばいよ。これより上流池は餌釣り専用でしょ、フィッシングセンター、あ、向こうに釣り人いるから、そういうことができるところがあるんだね。はい、そんな感じでございます。ダン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 ジ。ちょっとトイレを探しに行ってみましょうかね。はい、こんな感じ、まだ誰もいらっしゃいません。はい、こんな感じでございます。で、そこにまず炊事場があるね。石鹸とかね、こういうきれいきれいとか置いてくださってて、こんな感じ。はい、ここに鏡がありますね。こんな感じ、オートキャンプチェックアウトは10時ということでございますね。それ以降はデイキャンプ代をいただきますという感じでございます。それなんだろうね、あっちにも炊事場がありますね。ちょっと行ってみましょう。あ、燃えかすね、灰とかも入れていいんだね。ここはここトイレかな。ちょっと行きましょうか。ここ、トイレ、あ、ウォシュレットですよ皆さん。ウォシュレット、ウォシュレット、こちらも、あ、こちらね、和式ですね。はい、で、こっちが、こっちが、こっちが、はい、ウォシュレット付きの洋式、紙もたくさん置いてくださって、
おりますよ、あそこ水地はね。はい、こんな感じで、こっちが山側のサイトという感じでございます。こんなもん、こんなもんですよ、ヒロさん。はい、よくわかりました。戻りましょう。うんこ臭い。サッカーの中に匂うなと思ったら、胃腸の実がすごいんだよ、ここ。ダンジー